あまりね、つけすぎると、この種から渋みが出るので、まあ、適度な形でやってます。はい、ありがとうございます。実際、まあ、和歌山の地でも、ゴジロって言われる梅に関しては、もう、希少品種な梅なんですけれども、もう、南高という香りがリッチなところの梅に対して、少しビターな感じのゴジロっていうのは、もう、それをもう、すでに熟知された上で、わざとこの調和に当ててきてるっていうのは、本当に技術力が素晴らしい会社だなっていうのを改めて思うんですけれども、本当に、そこに至るまで、商品開発に至るまで、だいたいどのくらいの経過を経て、まあ、ペテに関してはね、中心になって、5年、6年と、まあ、もう少し経てっていうのは経ってましたけれども、昔からっていうのは、これ以外にも実は商品があったりはするんですか？梅酒、はい、梅酒。日本酒とか、はい、焼酎も言っていただいても大丈夫なんですけど、はい梅酒はですね、梅運人っていうのを作ってまして、これはもう15年くらい前から作ってます。で、もともとその梅酒を作り始めたのが、先ほど言いました、伊万里市の黒川の方で、梅酒があって、そこでたくさんこう植えられて実がなってくると。でこの実を使って地元の蔵で、お酒を作ってくれると言われて、梅酒を作り始めました。でこの梅酒もですね、作るまでに時間かかったんですけども、最終的にはですね、私も梅酒のベースの作り方は、地元のおばあちゃんたちが作ってる、梅酒の配合を最終的に選択して、作った。いわゆる長年作っていらっしゃるそのベテランの方の方がやはり作り方がうまかったというのと、で私もの、有田が、どちらかというと、今にもそうですけど、甘みのあるお酒が売れる地区なのもんですが、そういう、砂糖の氷砂糖の割合が少し多いかなというふうに思っています。はい、皆さん、この2商品ですね、もう会場の中でも本当に人気のある商品ばかりが、この前に揃ってるんですけれども、ぜひ皆さんね、聞いていただいて、これからちょうど20分になったんで、そろそろこの有田焼の抽選のための質問ですね、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、クイズ。では皆さん、有田焼がもらえるかもしれない時間がやってまいりましたよ。3名限定でございます、ね、この話をしっかり聞いていれば分かるけど、聞いてなかったら答えられない問題を出します。では、1人目いきます。この眠り姫アラシャンパーニュ、これはシャンパーニュダルに漬け込まれていますが、さて何年受けられているでしょうか。じゃあどっちにしようかな。両方おっさんだから、こう PR、 梅酒が好きな方どっちですか。はい、梅酒好きな PR、 はい、あ、じゃあもう真ん中の、はい、5年、どうですか、5年間。はい、その通りです。正解、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。では最後にステージに上がっていただきます。では2問目いきましょう。はい、じゃあもう一個、今はアラシャンパーニュに関する質問でしたけれども、ペテ・ベネチアというのは、イタリアのベネチアの風景を想像しながら作ったっていうところで、でもちろん中の配合っていうのはハーブを使われてるっていう話をされたんですけれども、一体何種類のハーブが使われてるでしょうか。せっかくだったジョーズ、どうでしょう。もう2組だけですか。いいですか。じゃあ、ペアなんで、男性に11種類。はい、その通りです。おめでとうございます。では最後の一人、ね、行きましょう。じゃあ、山崎社長の3サイズはあれ、誰もわからないです。わからないですね。じゃあちょっと別の問題にしましょうか。この宗政酒造さんで、漬け込んでいる、
梅何を使っているか、一つは二つとも正解ね、答えられた人を正解しましょう。二種類使っておりますね、二種類の梅の品種を使っております。はい、何と何でしょうか。はい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 、あれ二人しかみんな聞いてないですね、これね、悲しいですね。とてももったいないですよ。この有田焼が皆さん手にかかるというところで、では着物の女性小次郎と南光梅。その通りです。おめでとうございます。では正解されたお三方はステージの上に上がっていただいて、社長自ら、贈呈していただきたいと思います。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。どちらからいらっしゃったんですか。久留米から。今日一番美味しかった梅酒は何ですか。あれ、そこは眠り姫って言ってください。はい、じゃあ最後の方、今日どちらから。福岡市から。おめでとうございます。はい、ということで第1回梅酒スペシャルトークショー、いかがでしたか。山崎社長ありがとうございました。ありがとうございました。それから新藤役の明星全部理事、それから田中さんもありがとうございました。また今日午後からですね、第2回目のトークショーがありますので、それもよろしくお願いしたいと思います。皆さん大きな拍手をお願いいたします。